竜下寺、三門、五百荒間、七層八角竜下島。竜下寺は、中華人民共和国上海市除菊にある仏教寺院。現在の境内の建築は、校者年間に建造されたもの。三国時代区れの赤カラス五年、層の構造会が用を結んでいし、孔孫賢の母親により創建された。塔の犬居不年間、陛下により一度は、廃寺となった。 北宋の太平公国2年、五越王仙広氏はじめは寺院を再建した。寺平3年、空将寺と改装。南宋松元はずの乱、寺は全壊した。秋代の永楽年間は寺院を重修し、大改修後に龍下寺に改名した。万历2年、新宋から大公国万十寺家前寺の名を賜った。新代の高所年間に大規模な再建によって、 現在の基礎が築かれた。建築全体のスタイルは、宋の時代の建築様式、ガラン7同性を参考にしている。1937年、第二次上海事変で、劉家寺はシナ派遣軍の放火において大きな痛手を受けた。1957年と1979年、二度の重修。1966年、文化大革命の時、公衛兵により、 大児病などの宗教施設が徹底的に破壊された。寺内のすべての文化財が消えた。1983年、中華人民共和国国務院は仏寺を、漢族地区仏教全国重点寺院に認定した。2006年5月25日、中華人民共和国国務院は仏寺を、全国重点文物単位に認定した。三門、いよいよ六度の、天皇殿、太陽邦殿、 三聖殿、観音堂、法条室、増強楼。ありがとうございます。